はい、どうも、組んでみたレビューです。BMAX の、EF3 のシビックですね。以前組んでみたレビューで EF9 の方を、やりましたけども、EF3 の方も作りました。よいしょ。塗り分けのラインをミスりました。このゴールドと黒の部分ですね。ここがデカールっていう風になってます。ここね。ここのね。赤いところをね。で、ですね。まあ、その前期後期の違いもあるんですけども、よいしょ。ここ、結局その、デカールでだいぶ隠れちゃうんで、もうちょっと下まで、この赤いラインですね、塗ってもよかったかなってこと思います。だいたいこの辺かなっていうところから、一直線でビーってこう、ね、マスキングしてっていう風にやったんですけども、もっと下でも良かったかなってことを思います。ただ、ゴールドなんで透けちゃうかなーって気もするんですけどね。透けないかなー。ちょっと微妙なところがあったんで、そういうこともあって、もっと攻めても良かったかなと思います。一台ね、作りかけで、足回りの部品をね、吹っ飛ばしちゃって、こう、ずっと作ってないやつですね。そちらの方がですね、88年仕様の方でやってて、で、まあ、それもね、近いうちに、まあ、部品を取ろうって言って、ずっと、ってやって、まあ、なかなか、部品を取り寄せてないので、今回はね、もう、改めて取り寄せて作ってみました。まあ、基本的には EF9 と変わらない構成になってますし、まあ、それほど違いはないじゃないんですけど、EF9 の方と違って EF3 の方はですね、もうこれちょっとボンネットの方接着しちゃってるんであれなんですけど、もう開閉ができそうな、こう、なんつってんの、爪というんですかね。そこがあるので、まあ、やる人がどれぐらいいらっしゃるかわかんないですけど、まあ、EF9 の方はボンネットをですね、被せるだけっていう言い方もちょっとあれかもしれないですけど、このね、よいしょ。これ説明書だと、被せるだけみたいな感じになってるんですよね。で、ここに、まあ、スリットみたいなのが入ってて、で、そこにこう、普通のって言うとあれですけど、ボンネットを開閉できるギミックがついてるようなやつと同じような感じで、こう、L 字型のがついてるんですけども、EF9 の方はそこがですね、こう、鍵になってるんじゃなくて、こう、ただのね、棒が一本、棒くさび状のって言ったらいいんですかね。それが入ってる、っていう感じになってます。なので、まあ、でも ZC エンジンをスクラッチする人はいないと思いますし、でも B16A を、どっかから持ってくる、昔出てた25分の1か、あのレベルのやつから持ってくるとかっていうんであれば、まあでもそこまでやる人はね、これぐらいね、なんか作っちゃいそうな気もするんであれなんですけど、まあ ZC エンジンを、スクラッチしてもいいんじゃないでしょうか。あとですね、この、サイドモールの取り付け穴ですね、ずれちゃいました。思いっきりずれちゃいました。裏側に、こう、座繰りみたいなのあるんですけど、こうですね。座繰りみたいなのがあるんですけど、どうしてもこうピンバイスがうまいこと入りにくいところにあるんですよ。で、しまったなぁと思ったんですけど、後になって気づいたんですけど、この裏側にね、サイドモールの、1ギメの、突起というかダボがあるんですよね。それ全部切り落として、ペタって貼るだけの方が、まあ見栄え的には、まあそのね、穴開けでちょっとずれちゃったとかっていう風になるぐらいだったら、そっちの方が良かったかもしれないです。ここに関しては完全に自分のミスですね。ここもちょっと、こうドリルのね、刃がね、滑っちゃって、ほんとね、こういう穴開け苦手なんです。穴開け苦手なんです。なんでそういうこともあったりとかしたんですけど、まあ、その穴開けがちょっと、あれかなということは思います。そこの、こうね、うまいことその位置に合わせてね、開けてあげるのがちょっと大変かもしれないです。まあ、あとは、まあ、バリとかはまあ多少あります。このヘッドライトの周りとかね、ヘッドライトのこのボディ側のこのヘッドライトリムというか、このヘッドライトのこのインナー部品が入るところ、
にちょっとバリがあるので、その辺とかはバリというか、バリよりももうちょっと大きく削った方がいいと思います。こう実際に仮合わせしながらね、バンパーにヘッドライトインナーを接着してからこう合わせる形になりますので、バンパーとヘッドライトインナーを接着した後に、こうちょっとね、仮合わせしながら、ああ、ここ干渉するな、削る削る。干渉するな、削る削るみたいな感じで微妙なね、位置調整とかをしてあげるといいんじゃないかなということを思います。というわけで今回組んでみたレビューは、青島 BMAX の、シビック EO3 グループ A、88年モチュール仕様紹介させていただきました。ご視聴いただきありがとうございました。